ケバブ安いよ、美味しいよ。どうも。ねえアセヒ、秋葉原ってどうしてケバブ屋が多いの？そういえばどうしてだろうな、考えたこともなかった。考えていたら小腹が空いてきたわ。何か美味しいものを食べましょう。いや、すくほど考えてないだろう。でもリオもちょっとお腹が空いてきました。リピョまでだったらそこのケバブでどうだ。はあ、これだから男子は。え、でも小腹が空いたって。確かに小腹は空いたけど、ケバブって気分じゃないのよね。なんていうの、そう、甘いものよ、甘いもの。リュウもたまには甘いものがいいです。え、たまには。オイラは何でもいいっち。だけどさ、甘いものじゃお腹は膨れないだろう。これだから男子は、というか朝日は。乙女心ですね。もう何なんだよ。とにかく甘いものを売ってるお店を教えてくれる。はいはい、それじゃあクレープでどうだ。いいじゃない、クレープ。そんじゃ中央通りの本気ホーテに行くか。妄想キュッチ一丁入っとくっち。ここだよ。わあ、美味しそうです。リュウ、いちご生クリームにしますね。それじゃあ、私はツナカレーにしようかしら。甘くねえじゃん。もう、いちいちうるさいわね。そういう朝日はどうするの？それじゃあ、シナモンアップル生クリームにケーキトッピングで。女子力、誰よりも高いわね。はい、お待たせしました。美味しかった。早っ。で、どうだ、これで乙女心は満足したか。確かに美味しかったけど、クレープって気分じゃなかったかも。はぁ、じゃあ結局何がいいんだよ。アイスかしら。アイスね、アイスがいいと思うわ。え、アイス。放課後のラス前のアイスは格別だったわ。そうよ、アイスにしましょう。なんだかリュウまで食べたくなってきちゃいました。乙女心がわかりません。朝日、案内しろっち。はいはい、電気街口のエトリに入ってたっけな。出発進行よ。いろいろショップっち、何か補充しとくっち。それじゃあ朝日はちょっと待ってて、私とリュウちゃんはアイス買ってくるから。アイス楽しみです。おい、ちょっと待って、普通何食べたいのか聞かないか。もしかして買ってこないパターン。おーい、サキー。美味しいわね。いちごソフトもとっても美味しいです。はあ、よかった、ちゃんと俺の分もあって。だけどさき、なんで俺はバニラソフトでお前はずんだソフトなんだ。仕方ないじゃない、だってつい懐かしくなっちゃったんだもん。よく放課後こうしてたなって。まあさき、お前さっきも言ってたろ、放課後のアイスは格別だと。え、うん。そんなに毎日アイス食べてたのか。違うってば、私はそんなに大食いじゃないって。ただそれなりには食べていたよ。
部活の大会の後はいつも食べてたな。さきさんは何部だったのでしょうか。陸上部よ。市の代表だったんだから。だけどもう1年以上も前の話よ。さきさんの高校生活興味があります。そんな大して面白い話はないわ。みんなと同じ制服を着て、みんなと同じ学校に通ってた。体育祭では代打ばかりお願いされて、10種目以上に出場したこともあったわ。文化祭では洋服を作ってファッションショーをしたんだっけ。なんだか懐かしいな。へえ、こんな先にも普通の女子高生時代があったのか。ちょっと、どういう意味？そのままの意味です。さきさんの制服姿、見てみたかったです。これでも意外と人気だったのよ。バレンタインデーなんかすごかったんだから。嘘つくなって。ほんとよ。たださっきは女子校だっち。こら、ピンク！チッチッチー。それじゃあ、そのバレンタインデーってまさか女子高生から？それはそのさきさん、理由はそういうの理解ありますからね。相談？俺でよければ話聞くけど。実はそのメイドにいかがわしい要求をするご主人様がいるんです。いかがわしい要求？連絡先を聞いてきたりとか？いえ、それなら丁重にお断りするだけです。ですが、そのご主人様は無理やり体を触ってきたりするみたいで。うわ、それはルール違反だな。はい、そうなんです。だからそのご主人様について調べたいんです。わかった、協力するよ。それじゃ早速調べに行こうぜ。本当ですか？ですが、ご迷惑じゃないでしょうか。協力いただけるのは嬉しいのですが。俺たちの方こそいつも迷惑かけてるからな。朝日様、ありがとうございます。気にするなって。ね、そのご主人様はどこにいるんだ？いろいろなメイド喫茶を回っているようなのですが、今どこにいるかまでは。それじゃ適当に回ってみるか。よし、出発だ。妄想宮に入るっち。おいらは留守番でいいっち。休憩ポイントっち。おいらは疲れたっち。なんだ、知り合いか？はい、ミケちゃんとはメイド組合の会合でお会いしました。メイド組合？秋葉原メイド組合という組織がありまして、メイド喫茶同士メイドのあり方を話し合っているんです。モエニャンはメイド組合のリーダーニャン。へえ、そんなことまでしてるんだな。だから今回もそのご主人様を。リーダーだからというわけではないのですが、やはりメイドたちにも気持ちよく働いてもらいたくて。何かあったにゃ？今ね、前に議題で上がったいかがわしい要求をするご主人様を探しているの。なあ、例のセクハラ野郎のことか。え？間違えたにゃ。噂のご主人様ならさっき見かけたにゃ。本当に？そのご主人様どこに行ったのかな？中央通りの方だったにゃ。ジャンク通りも裏通りも考えられるにゃ。ありがとう、ミケちゃん。モエニャンの協力ならいつでも大歓迎にゃ。で、結局どこにいるんだ？中央通りか、ジャンク通りか、裏
裏通りですね。一体どこでしょうか。ま、怪しいやつを探してみるか。にしてもセクハラなんてひどいな。ですが今回の件、何もご主人様だけが悪いわけではありません。どうして？ご主人様のいかがわしい要求を許容し、逆にご主人様を利用するメイドも存在するんです。秋葉原のメイド文化を守るためにはメイドへの指導も忘れずに、なんですよ。ご主人様もメイドもってあんまり一人で背負いすぎるなよ。はい、お気遣いありがとうございます。それじゃもう一度探しに行こうぜ。しい男発見。こんにちは、ネッケン様。萌えたん。ネッケンってなんだよ。僕のニックネームだよ。ネクラのネット剣の剣で。ネッケン様はとっても優しいんですよ。お店のみんなも大好きなご主人様です。嬉しいな。そうだ、ネッケン様、少しだけお話をお伺いしてもよろしいでしょうか。僕に？なるほどなるほど、中央通りの方で見かけたと。自信はないけど、きっとそうだと思うよ。ありがとうございます、ネッケン様。萌えたんに感謝されちゃった。それじゃ中央通りのメイド喫茶に向かってみるか。セーブするっち。上書きに気をつけろっち。妄想級に入るっち。おいら、あれ、ナナちゃん誰と話してるんでしょうか。ねえ、デートしようって。今仕事中なんすよ、申し訳ないっす。いいじゃん、美味しいご飯ごちそうしてあげるよ。そういうの禁止なんすよ。なあ、あれってきっと例のご主人様だと思います。行きましょう、朝日様。それじゃあさ、何色かだけでも教えてくれないかな。もう何言ってるっすか。ナナちゃん。あ、萌えちゃんじゃないっすか。邪魔すんなよ、俺は今下着の色を聞いてんだよ。だから教えてあげるところっす。え、口にするのは恥ずかしいっすから、ご主人様確認してもらってもいいっすか。マジでいいの？もちろんっす。ちょっと、ナナちゃん？萌えちゃん、朝日様、危ないからちょっと下がっててほしいっす。それじゃあ、行くっすよ。どういうこと？まずは、上段左回し蹴りっす。今度は、前蹴りからの空竹蹴りっす。そして最後に、とっておきのかかと落としっす。どうすか？ちゃんと確認できたっすか？狙った相手が悪かったら。もう、ナナちゃん、ご主人様に乱暴したらダメだよ。つい…ですね。俺はどうしてここに。で、君はあの萌えちゃん？はい、萌えです。本日はご主人様にお話がありやってまいりました。もしかして俺と遊んでくれんの？こいつ懲りてねえな。あの、ご主人様、あなたの行動はさすがに目に余ります。それは。
ですが、ご主人様もメイド喫茶がお好きなんですよね。え？私たちメイドはご主人様全員が素敵な紳士だと信じています。ですからご主人様もメイドには紳士的に接していただけたらと思います。ごめんなさい。それでは紳士なご主人様のご帰宅、いつでもお待ちしてますからね。いい子なんだ。分かったよ。もうこんな真似はしないから。すごいな、萌え。あんな奴にまで優しく接するなんて。ご主人様はどんな方であれ、メイドを愛してくださいますから。そんな愛に優しく応えるのもメイドの務めです。あいつ改心してくれるといいな。ってあれか。こんな毎日じゃ、もしかしたら明日も。それでしたら大丈夫です。何の話をしてるんすか？ああ、そっか。毎日ナナが食い止めてくれるもんな。よろしくお願いしますね、ナナちゃん。え？こっちの中はこんな風になってたのか。何かのアニメの妄想みたいなのよね。ヤマト、どう思う？俺、アニメとか興味ねえし。兄貴だったら詳しいんだけど。ヤマトさんのお兄さんって何歳なんでしょうか？確か25歳結構離れているんですね。リュウのお兄ちゃんと同い年です。25歳にしちゃ随分と昔のアニメを知ってるんだな。ほらほら、奥へ進むわよ。それと忘れてないでしょうね。思い出したくない。あのフードの男、絶対に負けイベントなのに。フードの男？